神恵内村では地元の商工会が人口減少対策や雇用の確保のため最終処分場選定の第一段階となる文献調査への応募を求める請願書を議会に提出しました。今日定例議会が開会し、明日から本格的に審議します。議会の議論をですね、まず見守りたいということで、大変重く受け止めております。これを本会議に書きたいというふうに思っています。請願書は明日の委員会審議を経て定例議会最終日のあさって本会議で採決される見通しです。